美味しいものを握ろうとした結果綺麗になるわけです。だから多分ね、逆なんですよ。斉藤さんのやっぱり本当の真骨頂って僕はバランスじゃないかなと思ってます。うまみホリック鎌田武文です。今日は六本木にある寿司斉藤さんにお邪魔しています。ご主人の斉藤隆さんに今日はお話を伺いたいと思います。寿司斉藤といえばですね、本当に日本を代表するお寿司屋さんの少なくとも1軒であるということは間違いないかと思います。こちらの寿司斉藤さん、私は長年通わせていただいているんですけども、その凄さ、単純に人気だとか高く評価されているということだけじゃなくて、何がすごいかというところを掘り下げていきたいと思います。実はよろしくお願いします。私が最初に斉藤さんのところに伺ったので10年、もう、いや、もっと前ですね。もっと前ですか。そうだろう、15、6年前の、ね、多分ね。そっか、最初に伺った時に僕は本当に斉藤さんの衝撃を受けて、もともとお魚、生魚あんまり好きじゃなくて、ああ、そうなんですね、はい、だから小さい頃からお寿司をあんまり食べなかったんですよ、はい、うん。まあ、社会人になってようやくあのお寿司屋さんに行くようになって、あ、まあまあ美味しいなと思いになったんですけど、それでもやっぱりどうしても生魚の、まあ、生臭さというか、それが気になってあんまりお寿司屋さんって行ってなかったんですよ、うん。それが斉藤さんのお寿司いただいて、こんなに生臭くない、うん、表現として間違ってるかもしれませんけど、クリアな、うん、風味がクリアなお寿司があるんだと、はい、っていうことで衝撃を受けて、うん、でそれでまあ時折ね関わるようになったんですけども、魚が苦手な人でも美味しいと思えるお寿司だと僕は思ったんですけど、うん、そのあたりご自身でしたってことありますか。いや、やっぱそうですね。もう寿司屋はもうとにかく入った時にお魚の匂いがするお寿司屋さんは僕ダメだと思うんですよね。やっぱりそれ仕込み想像しておいてないっていう証拠なので、なんかお店やる以上最低限のことがまだできてないからやっぱそうなってしまう、うん。お魚はまあ基本的に生臭くはないですからね。やっぱりそんなしっかり仕込みをして、まあ、鮮度のいいものをちゃんと保存しておけばね。だからどっかが抜けちゃってるんでしょうね。やっぱりどっかに一つ抜けたらもうアウトなんで、うん、そうですね、はい。その当時よく言われたのが沈む寿司みたいな感じですね、うん。俺はね、別に僕、はい、沈むように握ってるわけではなくて、お客さんに言われて気づいたぐらいなんで、斉藤の寿司に、あ、沈むって言われて、あ、沈んでんだと思って、はい、うん。まあ、ただその物理的に言うとやっぱりその空気を含まして握ってるので、その空気がネタの上でスッとこう落ちるというか、はい、うん。だけどしっかり握ってるっていう、だからまあきっちり握ってるとこはやっぱ沈む寿司ではあるんじゃないですか。なんか言われ始めたのはもしかしたら僕かもしれないんですけど、ね、僕はだから沈むように別に寿司を握ってるわけじゃない。置いたらそのネタの重みでスッって、ね、そうですね、うん、下がるっていう、はい。で今多分あんまり、うん、多分ここ5年ぐらいで食べ歩いてる方、うんうん、多分その表現あんまり聞いたことないかもしれないですけど、はいはい、多分それはみんな言語化されて、うん、お寿司屋さんがそれをやるようになったから、はい、意識するようになったから、ね、うん、ある意味スタンダードになったっていう、そう多分そういうことなのかなと思ってるんですよね、うんうん。指導っていうのも含めて、うん、美しい握りを握るじゃないですか、うんうん、はい、斉藤さん、はい。でそれが僕はすごく素晴らしいなと思ってて、うん、まあ、いろんなお寿司屋さん行くんですけども、やっぱりその美しいには理由があるというか、うん、美しいと思うってことは、うん、多分そのネタとか、うん、まあ、シャリス飯含めたバランスがきれいに取れている、うん、それはネタの、まあ、幅だったり、まあ、厚みだったり含めてですね、うん、ということなのかなと、うん。なのでやっぱりその本当に美しい寿司っていうのは、うん、少なくとも握りに関しては美味しい、うんうん、っていうのはその過不足がないというかバランスが取れているということなのかなというふうにすごく思うんですよ、はい。なのでそのバランスっていうところに関して意識されてますか。さっきの沈む寿司の話にちょっと関係するんですけど、綺麗に握ろうが先じゃないですよ。なるほど。美味しいものを作るシャリ、ネタの切り付けとか厚さがあるんですか、はい。まずそこで準備して美味しく握ろうとした結果綺麗になるわけです。それ多分ね、逆なんですよ。まあ今ほらやっぱりインスタとか写真で映えするっていうのあるじゃないですか、はい。あれ見ると確かに綺麗なんだけど、確かにそれが美味しいかっていうと多分別問題なんですよ、うん。美味しく握った結果綺麗になるっていうのは僕一番いいと思います。そうですよね。そう、綺麗に握ろうと思うと絶対どっかに変な手数が入ったりとか出てきちゃうんで、そうです。だからまあ、それも多分逆なんですよね。うん、
なるほど、うん、そういうことなんですね。そう、結果美しい寿司になるとか、結果美しい料理になるっていうのが僕は一番好きです。僕の中でもですね、やっぱりね、もちろん意識はありますよ、綺麗に触れようとかっていう、うん、でもそればっか先行しちゃうと、その浜田さん言ってバランスが崩れちゃうんですよ。まず美味しく握ろうっていうのが積み重ねたら綺麗になったっていうのが多分、うん、僕の寿司だと思います。斉藤さんの寿司を食べたことない方に説明するときって、僕結構あのバランスって言葉を使うんですよね、はいはい、で思うのは、うん、いろんなお寿司屋さん、まあ、素晴らしいお寿司屋さんあるじゃないですか、うん、で皆さんこういろんな強みがあって、例えばそうですね、その、まあ、マグロがめちゃめちゃすごいとかですね、まあ、あの酢飯にすごく個性があるとか、うん、斉藤さんのやっぱり本当の真骨頂って僕はバランスじゃないかなと思ってるんですよ。そのさっき言った生臭くないって多分そこに通じんじゃないかなと思うんですよね、きっとね。その何だろう、やっぱり何かが突出すると何かがちょっとこうあれになるじゃないですか。で何かがダメだと何か突出するってなると、これバランスじゃなくて印象には残ると思うんですよ。さっき言ったシャリが強いとか、マグロを例えば熟成してちょっとなんとかな、もうギリチョのところに持っていくっていうのも、それは一個のバランスなんですけど、僕はでもそのシャリ、わさび、醤油ネタの口に入れた時に引っかかりがないのが僕はやっぱ好きなので、僕の寿司って意外とね印象ないと思うんですよ。そうなんだ、その逆を言うと常に80点を狙って仕込みとか仕入れ分けしーってやってるんで、でそれが多分79点だったら使わないしっていうのをずっとやり続けてきたのが多分そうだと思います。まさに、うん、寿司斉藤さんに、うん、例えば1回行ったことがあって、うん、ピンときてない方っていうのがいらっしゃったりするわけですよ、うん、いや3回行ってくださいと、うんうん、あとはその3回行くまでの間に、うんうん、他のお寿司屋さんも行ってから行ってくださいっていう言うんですよ、うんうん、他のお寿司屋さんのいいところ、うん、まあいいところもあればもちろん欠けてるところもあるわけで、そういうところを見てきた上で斉藤さんに来ると、うん、斉藤さんの本当の凄さというかが分かるというか、多分そういうことなんだろうな。なので、うん、美味しくないっていう人はいないと思うんですよ、うんうん、ただピンとこないというか、うん、そんなに強い印象残って ないよねっていう方はやっぱりいらっしゃって、でそういう方は多分他のお店も含めて、うん、なんか食べ込んでいくと、うん、斉藤さんがあ、なるほど、それが凄さなんだ、うん、バランスなんだと、何か一つ抜けているってことじゃなくて、うん、全てのバランスが綺麗に取れているところがすごいんだっていう。そうですね、まあそれが一応僕が目指しているところではあるので、まあどの料理でも例えばすげーっていうのと、え、これは出してもらわなくてもいいんじゃないかって、この多分この差が印象づけると思う、お店っていうの、まあ、そうだね、うん、平均点が高いずーっと行くお店の方が意外と、まあ、印象っていうそんなにじゃん、なんだろう、残るっていうのはないかもしれない。これちょっと矛盾してるんですけど、うん、印象残んないから美味しくないってことはないと思うし、僕はそこは、うん、あとはやっぱ僕はやっぱそのシャリ、僕自身がシャリが大好きなので、シャリがブレないっていうのが絶対僕の絶対条件ですね、うん、まあ、例えば温度だったり硬さだったり、はい、うん、もちろん食べる人にではそのあれ今日はちょっと硬いなとか多分そういう印象もあると思うんですよ。でも僕の中では必ず僕、まあ僕は趣味が必ずシャリ系を絶対するので、うん、だからシャリに関しては、まあ、絶対ぶれない、うん、まあ、のは心がけてますね。まあ上にあるネタなんていうのはもう変なし日に変わるもんですから、うん、バランスは取れているんだけど、強いて何か一つの要素で僕は斉藤さんすごいなと思うのはやっぱり酢飯、シャリなんですよね。で多分ネタで言ったらもっと高いものを買ってる店、まあ、もちろんもちろん多分あるし、それを、うん、なんていうか売りにしてるというか、うんうん、そのうちはこういういいものを使う店です、うん、っていうことでやってらっしゃるところもあるけれども、斉藤さんはそこじゃないというか、うんうんうん、もちろんいいものは使ってらっしゃるんでしょうけど、やっぱり一番印象に残るのが酢飯だと思うんですよ、ね。まあ、酢飯はもう、ね、酢飯がまあ10割積みぐらいですからね。やっぱ土台がしっかりしてないとネタのポテンシャルも上がらないし、そうです、だから自分の握る寿司に対してなんかその酢飯がやっぱりちゃんとしとかないと、その芯ベンチマークがないとやっぱ難しいですよね。うん、あとは切り付けですよね。例えばその昨日と同じマグロでも今日は油がちょっと浮いてきたから薄切ろうとかっていう感性を持ってないとやっぱ美味しくはなんないと思います。もっとそのなんだろう、究極の頂点っていうかにはなんないと思います。だからシャリと切り付けはめちゃめちゃ気遣ってますよ、うん、
その切りつけの凄さでいうと、うん、まあ、あのお弟子さんの勉強会みたいな形で、はい、あのやるということで、そうですね、やっていただいて、はい、あのやらせていただいて、うん、でその時に同じネタ使ってるのに、うん、なんでこんなに違うんだろうと、あれ僕にとってすごく勉強になったんですよ。だからあれはみんな結構、うん、さっき言った沈むとか沈まないとか、はい、シャリが硬いとか、あの、はい、緩いとかという以前に切りつけができてないんです、うん、さっき言ったように握る前の準備ができてないと、いやそれは美味しいまずいじゃないんですよ、違いが出ちゃうっていうのは、はい、絶対に切りつけなんですよ、これ間違いないです、ね、うん、握りというものを想像して逆算して仕込みしないとやっぱり全然いいもんできないんですよ。なるほど、うん、安定しないというかそこは、うん、だからもう仕込みからこの握りまでは全部つながってるわけですよ。それを逆算して仕込みしていかないと、まあいいもんは多分できないと思うんですよ。まあ、週に限らず今このことはちょっと俺やっぱりその試行錯誤しすぎちゃうというか、ある程度やっぱりなんだろう、自分のそのなんだ芯を持った上で言われてもこういう意図があるんですって言えるようにでもあるじゃないですか。そうですね、熱いと言われても、いや僕はこの魚はこういう性質なんでちょっと厚めに切りましたとっていう風に言えるようにならないと、まあ言われたことに対してね、なんだよって言ったらそれはもう人間成長は絶対ないんだけど、一回噛み砕いてみてやっぱり納得がなかったらもう一回オンライン上に出してみるとか、まあそういうのも必要かなと思いますよね、やっぱりね。自分なりにちゃんと考えた上出してるから言える話ですよね。うん、そうそうそういうこと。まあ、いろんな要素が、構成要素があるわけで、うん、一つの握りの中で。うん、その中で、まあ、変数がいくつかあるうちの1個だけ変えたらこうなるんだっていうのって通常できないじゃないですか。うん、違うお寿司屋さんに行くと全部の変数が違う、うん、あ、なるほど。だけど1個だけの変数を変えるとこんだけ変わるってのが分かったんで、うん、僕にとってはすごく勉強になって帰ったんですよ。うんうんうん、あともう一個おっしゃってた点で、うん、僕が素晴らしいなと思っているのが温度感なんですよね、はい、うん、酢飯もそうだし、あとはそのネタの方もそうですよね、うん、きっちり気にしてらっしゃる。これはだからほらお寿司ってやっぱりイメージ冷たいってイメージがあるじゃないですか、はい、あんま冷たいもの食べてるとやっぱ舌って絶対増してくるので、今でさあったかい舌に握るところっていっぱい増えてきたんですけど、うちは多分どこよりも多分あったかいと思うんでね、もちろんネタによって変えるんですけども、そうするとさっき言ったように魚の香りもふわっと上がってくるし、だから仕込みだなんだっていうのをきっちりやってないと悪い香りが出てきちゃうわけですよ、うん、まあ自信の表れでもありますよね、あったかい寿司で握るっていうのは、あの酢飯で握るっていうのは。だからあとはマグロはやっぱある程度常温まで戻すとか、もちろんねウニなんていうのは僕は結構冷たく出すわけですよ、うん、だからネタによっての温度あったかくするだけじゃなくて冷たくするのもあるし、味、舌をこうなんていうか刺激するというか、そこに味、例えば塩の問題、生姜出したりとかネギかましたりとかっていう、だからガリっていうのも重要になってくると思うんですね、きっと。口の中をちょっとリフレッシュさせないと、だって味付けってわさびと醤油じゃないですか、であとお酢と塩っていう、うん、多分こんな料理ないと思うんですよ。10貫15貫握る中で味付けがほぼ変わらないと、究極にシンプルです、ね、そう、だからこそ難しい。まあそういうことですね。斉藤さんの寿司は温度があるからこそ、うん、よりその流れがあると思うんですよ。そうですね、その一通りお任せでいただいたときに、うんうん、そのちゃんと起伏があるというか、はい、これってその一貫一貫がすごく水準が高くても、うん、やっぱりちょっと途中最後の方単調になって疲れてきちゃうし、うん、そうですね、やっぱり流れが良くないというか、うんうんうん、あの起伏がないからと思うんですよね、はい、そこ斉藤さんはすごく起伏つけてらっしゃって、特にここほら僕らの代からかな、やっぱりお任せってやっぱり増えたじゃないですか。お寿司って昔はほら自分でトロちょうだいイカちょうだいってやってこれ食べてたから、その自分の主体だったんだけど、今やっぱお任せとなるとやっぱこっちがドラマを作って飽きさせないようにしないと、まあやっぱり本当寿司ってなんだろう、さほどそのなんていうかな、あの味付けも変わらないし温度も変わらないものなんで、そういう起伏がやっぱないと難しい。だから僕もやっぱり例えばお客さん見ててお茶とかガリとかいっぱい食べる人見るとちょっと心配になるんですよ。ああ、なるほど。そう、やっぱ口の中変えたいのかなみたいな、うん、なるほど。あ、そうそう、そういうのもいらっしゃるんですね、うん、これまずいとかじゃなくてやっぱ飽きちゃうっていうか疲れちゃうっていうのもあるんですよ、やっぱりね。DJ の FPO の田中さんも、ね、はい、一緒に行った時とかに話がありましたけど、はい、うん、そのやっぱり斉藤さんのそのお任せの流れが、うん、このまあ、いわゆるクラブとかで活躍している DJ の選曲と同じだと、選曲の流れと、まあそうですね、例えば1時間あって1時間のセットがあって、うんうん、その中でどううまくこう山場を何回か作って、うん、まあ、単調にねこう低いとこから上げていくだったら誰もできるわけじゃないですか、うん、だけどこう流れを波を作っていって、うん、最後にこう一番満足するところまで持っていく頂点まで、うん、そうですね、こうやって同じだなと思うんですよね、うん、
地方転結じゃないけど、やっぱりそう一曲一曲がいいのをバーって並べても、はい、やっぱりそうこういうのがないとやっぱりそうですね、そうそうそう、まあ、それこそ野球で言ったら4番バッターになってもしょうがないですよ、ね、強くはならないじゃないですか、はい、だからまあそこも今結局やっぱバランスってところに行ってしまうんでしょうね、結局はね、そうですね、うんうんうん、いやそういう意味で本当にねバランスの取れた握りいらっしゃるという、うん、あれやっぱりそうですね。コメントなどいただけると嬉しいです。そして気に入っていただけたようでしたら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。